はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化パワフル高校ですね、まあ、パワサカとの、コラボが始まったのでパワフル高校が強化されてますということで、今回はですねデッキの方は、肩4人の、精神と彼女キャラでいきたいと思います。まあちょっとした肩精神理論ですね。で、しののめくんが、タックが弱いんですけれども、今回ねあのセカンドで来てるのでやっぱりアイコンタクトが欲しいのと、やっぱコツがね非常に優秀ですね、しののめくん本当に。で、まあ守備職人のねコツも取れるのでナヌークを入れてきてます。じゃあこれでちょっとやっていきましょう。まあそもそもねサクスペの動画自体がすげえ久々で、多分1週間くらい間空いちゃったと思うんですけど、どうしてもね年度末とね年度始め、まだ年度始めなんですけども超忙しくてね、なかなかゲームをやる時間がないです。でね、スパロボの方はまあサクスペとは関係ないんだけど、スパロボの方はね日曜にねもうめちゃやって、1日でね35話くらいまで進めました。でスパロボはね、あこれちょっとポジションによって経験点変わるんですけれども、今回フォワードでいきましょう。あんまり把握してないこれスパロボはねあのちょっと動画にできないんで著作権の関係だと思うんですけれども、なのでまあそこはご容赦くださいという感じですね。2人いるんで2人上げていきましょう。イベントもねあの前後とか関係なくなってるんで。でミサちゃん連れてきてるのは単純に経験点狙いですね。経験点が増えてるんでここら辺でね21とかもらえるから。しののめくんのね PSR のねプラゴをね使ってみたいんですよね、1回でもいいから。あどうしようかな、これ寝ちゃおっか、寝よう。まあ、チュンチュンが来ても大したことはないんですけど、あれミサちゃんまだ出てないよね、出たっけ、なんか最初の方いろいろ話してたからよく分かんなかったんだけど。ナヌーク、おコツだね、コツ。ミサちゃんいないよね。ナイトメールさんは体当たりとムードなんだけど、ムードはちょっと潰せないか。50どうする、まあいいや潰しちゃおう、潰せるときに潰す。パワーヒッターはね多分硬いと思うんですよね。ゲームウード来た。友沢もねアベレージヒッターとパワーヒしか持ってないんで、できれば騎馬との勝負でねアーチスト取りたいんですよね。なので36ももらえ、自己紹介で36ももらえるのか。ミサちゃんちなみに SR のプラゴなんで、これもね PSR プラゴとかもしお借りできればかなりいいんだけど、どうしよう。友沢のコツテック精神か、結構美味しいよな。でもミサちゃんちょっとクリスマスはな間に合わせたい。ミサちゃんを最優先にしよう、もうここは揺るがない。おナイトさんいいとこで来てくれた、人気者になりつつ回復をしましょう。インタビュー放送なので、パワコのね、強化は前後のイベントが関係ないんで、イベント数ですね、気をつけなきゃいけないのは。友沢とミサちゃんがよく被るな。いや、ここはもう、やっぱりミサちゃん一筋で。お、早い。いいね、いいね、いいね。あとはもうミサちゃん気にせず、練習を追っていきましょう。シラスのねサクチャリもね結局ね3人くらいしか作んなかったっす。60、60とかすげえな。まあもちろんね、この時期にパワコのね9000点チャレンジはやっておいた方がいいと思うので、ここを逃すと結構きつくなっちゃうと思うんで、まあ、今回はね別に経験展開じゃないんで、まあ、普通にやって超えればいいんですけど、まだ超えてないっすね俺は。盗塁アシスト微妙なのが来たな。見守って
パワヒモナこれで2取れれば1回3を掴んで5だからね。いやいいね、経験点いいね。やっぱりしのなめくんの金徳は続けていきましょう。うおすげえわ、ほんとすげえわ。おいいね、メンタルにコツが来てる。ムードは潰しちゃおう。もうムードムード、内藤メールちゃんってムードあるんだね。そういうキャラクターなのか。あんまそんな感じしないけど。チャンス、オッケーオッケーオッケー。鎧着てサッカーするのか。まあ鎧着て野球してるくらいだからね。一緒に走ると、まあ、雷をね連れてきてもよかったんですけど、さすがにね精神2人はいらないかなと思って。これどうする、 8% だかんな。1回デートしておくか。能見さんはねちょっと経験点目的で連れてきました。あとまあ、あの気迫ヘッドがね軽いんで。まあ、雷にするとね、まあ、チャンス骨とかパワー飛骨とか、まあ、そこら辺が手に入るんで。筋力60。こういう通常イベントでもいいね、全然。あ、ここで来ちゃったか。まあまあまあ、しょうがない。体力回復が、これは美味しいイベントなんだけど。このイベント異常だよね。最大値上がって回復してさ、経験点ももらえるっていう。コツが欲しかったけど、まあしょうがない。ミサちゃんパワーヒッターくれ、2でくれ。こういう通常イベントは別に依存とかないよね。耐え切ったけど、いやすげえわ、36、36、60、60でパワーヒのコツ2だよ。他に経験点キャラって誰だっけ。彼女キャラでいくとデートで経験点もらえるのが、ちょっと待ってね、コツを見て。能見さん3人あげられるのか。いやーでもナヌークな、上り上司を持ってるからね、掴めれば結構でかいからな。高い。あそうだ、これあったね。忘れてた。星井くんから10球ヒットを打つとなんか R チケットもらえるけど、俺全然もらってないんですよね。それ10球打てない、そもそも。いきなり打てなかったし、パワー低すぎるか。何も上げてないからな。だ、彼女キャラでいくとエクちゃんとか良さそうだよね。経験点キャラなんで、エクちゃんとかもな、プラゴでな、お借りできればぜひ使っていきたい。それなりになんか打てるようになってんな。最後はど真ん中に飛んじゃったけど、10球全部はね相当難しいよね。なんかアベレージヒッターとか早めに取れればもしかしたらいけるかもしんないけど、評価上げをしていきましょう。どうしようかな。ミサちゃんは別に上げる必要ないと思うんで、能見さん体力を温存しつつ能見さんの評価を上げる。あ、これもね失敗がないっていうのがいいよね。友沢、まあここは体力上限を上げていきましょう。能見さんでも体力上限上がって友沢でも上がってるから割といい感じだね。これどっちになるんだ。うーん、まあどっちもいいや。やっぱり年内くらいは評価上げになるかな。チャンスメーカー、何の練習するって言った、オフェンスか。ちなみに俺はねパワサカの方はやってないですね。全然わかんないです。一回も触ったことないんで。いや、キューパーの友沢のあれやりてえな。うどもいるからね、運が良ければ回復できるから。
ちょっとやってみようか。コツをくれ。練習か。まあいいでしょう。ウドが回復してくれればでかい。回復してくれなかった。気分屋とかいらんわ。お、メンタルに来てるね。多分ね、フォワードにするとね、敏捷ポイントが全然もらえないんですよね。まあ、ちょっとね、今回は総力アピールで来てるんで、あんまり敏捷にはこだわらないキャラかな。やっぱり打てる選手を作りたいんで、パワチャレ用でね、東雲君、こっちでいいや。回復しよう。ここできたか、どうしようかな。また今度にしよう。ここを経験点狙ってく。体力マックスだし、火をつけよう。並べる必要ないよね、ムードとかだから。どんくらい入る。24、50。待って待って待って、すげえ入るな。友沢、篠根くんちょっとあれだね、評価の上がりが遅いね。初期評価が低いのかな。アベレージヒッター、どうしようかな。アベレージヒッター3で潰すか5まで持っていくか。まあ、金徳関係はね、全部進めていきましょう。肩、友沢。あ、そういえば練習レベルって肩上がんなかったか。デートマニュアルか。12月の2週、回復しようで、3週練習してクリスマスを迎える。タックがない。みそちゃん大丈夫か。評価1回上げとく。ま、クリスマスとかでもね、上がるっちゃ上がるんで。ま、ここは名場面集にしましょう。こういうクリスマスイベントも全部上がるよね。エピローグポイントも上がるよね。ちょっとね、まだそこまでやってないんで分かんないんですけど。いや、いいねいいね。60、60とか。どうすかな。コツか。内藤さんのコツはやっぱちょっとチャンスとパワーヒなんで掴んでおきたい。能力アップ。おいこれ、これほんとやだ。来たサポリクステ。あれ、なんか来た。あ、そっか、なんかあれなんで、ね、マイナスイベントもちょっと軽減されるんだよね。これ 100% 直してくれんのかな。大吉、やべ、大吉やばいね。60ももらえんだ。ちょっと、ちょっと待って、溢れそうだぞ。もうこの時点で溢れそうだぞ。敏捷が少ないけど、まあそれはほっとくとして、ちょっと一回 D に揃えよう。総力は結構高めだね。初期値 D の54あるんだ。これは結構嬉しいな。でそうすると、あー、精神が少しあるね。でも火事場のバカ力がね、骸骨取れるかって言われたらちょっと不安なところがあるんで、一応チャンスもまだ置いておきましょう。守備の方か。あ、そっか、監督評価はちょっと気にしないといけないのか。ストレッチ、宇戸くんのストレッチ何気に役立つからね。30回復してくれるからね。さらにここか。どうしよう。普段だったら寄り道に誘うんだけど、練習に付き合ってみる。強化中はちょっと経験点狙うっていうのもありだよね、体力量によっては。まあ東雲くんだけどダブルタック、友沢が絡んでるからやっぱり技術は高いね。で精神はなんとなくこれで、あ、高い5になっちゃったか。まあいいか。
ボール磨きって誰がやるもんなの？マネージャーとかかな。でもマネージャーってさ絶対いるもんなの？高校の野球部に。いやいいね、やっぱりイベント経験って強えわ。あ、キバが登場しだした。2月の1週からキバが登場しだすんだっけ。ナイトメルさんどうしよう、チャンス潰しちゃうか。大丈夫だよね、筋力も足りてるわけではないんで。タワヒワ5で掴みたい。 OK。 1月の4週か、一回デートするか。ミサちゃんはねもう次は回復しないんで。あ、ただコツがあるね。 17% ナイトメールさんか。まあデートしましょう。でちょっと騎馬戦に備えて、騎馬戦ってあれみたいだけどね運動会の騎馬戦みたいだけどね、騎馬との対決に備えて CC までは持っていきますか。でこれでちょびっと体力を回復して2月の1週は練習できるかな。俺もめちゃ夜型っすね、超夜型です。これは読まなくていいや。なんか読むとさたまに変なマイナスイベントが起きるよね。お、取った取った、ナイスナイスナイス、アイコンタクト。そして練習、ナイトメールさん。肩、矢部くんの肩ってどんくらいなの？あ、そっか、合宿があるんだっけ。あれ合宿っていつから？また言ってくれるよね、その合宿直前になったら。いいね、経験点ほんといいね。ナイトメルさん、もうナイトメルさんはね経験点アップだから。置き場教えなーい。絶好調の CC パワー日持ちだからね、なんとかいけそうな気はするんだけど。しまった、狙い目ではあったんだけどな。いやいや、きついきついきつい。ちょっとこんな強かったっけ、キバって。1本あと1点、どうする。いや、これはもう慣れてる強振でいこうなんか下手にねミート開くより強振でホームラン狙った方がなんかやりやすい。俺はもう全然ミート打ちしないんで。肩、内藤さん、え、大丈夫か、いつ。これ以上戻れないんだけど、バックログがまだ大丈夫だよね。練習しちゃおう。また肩か。矢部君自分が勝てるやつしかやってこねえな次か、これは寝ておこう、一応見ようもったいないけど、まあいや寝よう。よし、ナイスチュンチュン。やる気が下げられたけど、ああ、そうかそうかそうか、これもなんかあるのか。でもまあ完全にねプラスになるわけじゃないんで、多少マイナスはやっぱり響いちゃいますね。うわ、ここで何にもない。ここじゃなくてさ、こっち来いよどうしよう。別にミサちゃんあげる必要ないかな。友沢とかがやる気効果アップ若干持ってるんで。でここは体力回復を狙ってタワコはね3週間だからね。お、コツ。ナヌークでもあと何かあったっけ。打開はもう5になっちゃったからね。盗塁アシストとか掴んでおく。気分屋はもう本当にいらない。チャンスメーカーも掴んでおこう。意外にコツ掴んでないね。ナヌーク上り調子をくれ、さよなら。回復、
なんでイメチェンすると回復するのかよくわかんない。ダブルタック、トリプルタックとかな、来てくれればね嬉しいんだけどね。一応見とく12% か。監督評価、あでももう102はあるのか。どうする、まあ、トリプルプラスコツだったらね、ちょっと強行したんだけど、 12% はね怖いよねやっぱり。よしよしよし、逆胸骨がねこれ取れないよねこの編成だと多分。だそのサッカー練習でねうまく逆胸骨が来てくれればいいんだけど。ドカーンって、これで無傷なのか。むしろラッキーボーイだよね、超ラッキーボーイのコツをつかんでもおかしくないよ。能見さんダブルタック、内藤さんか、いや友沢と篠宮くんよく来るね。得意練習率アップ持ってたっけこの2人。 2% かどっちがいいの、ちょっと計算できねえわ。これ体力が減るんだよね、ただ体力を回復しつつ経験点をもらうと。ストレッチが来たね、うどくんなんて存在忘れてたわ。友沢はねちょっとどうなのこれ、確率的に俺あんまり良くないと思うんだよね。いいかって言われたら良くはないと思う。その不確定要素が2回あるからね、2回目で通過したとしても3回目もねまた確定不確定で失敗していこうか分かれるんで。そう考えるとこの編成ってちょっとあれかな。げ今のヒットなの完全に打ち取られたと思ったんだけど、まあスコアは超えたからいいか。BB くらいまで上げとく。 CC だとなんとかっていう感じだね。いけるかな。どっちかっていうと筋力の方なんだよな。よし OK。 肩しののめくん、しののめはねコツがねいいんだよね。ちょっと待ってね、コツを確認する。アベレージヒッターか、広角打法をね欲しいの。広角打法、まあ守備職人もそうだけど、早急阿部ひつぶして広角守備職人に的を絞るか。もう3あるからね、いいや、ちょっとこれは守備職人と広角に的を絞りましょう。そもそもまずはコツをもらうっていうのが大前提だけど、よし守備職人、じゃあ守備職人は潰しましょう。こいつ肩すげえ勝負してくんなだから全く上げてないんだって。これなんかあんのかな、その矢部君に勝つために能力的なものなのかな。よく負けるんだよねそもそも矢部くんに、矢部くんの能力以上になってないと矢部くんに勝てないとかそんな感じなのかな。じゃあまず津市も取りましょう。いやナヌーク3でつかめるのはほんといいよね。骸骨さえカバーできればナヌークの確定3は、おお3人重なるとでかいね。一応4タックまでいくからね全員くれば。って言ってもね、東雲くんだからね、すげえ増えるかっていうと多分そこまでは増えないと思うんだけど。じゃねえよまあここはデートを進めますか。あと2回か。要チェックあり。俺もじゃあ吸血鬼になる素質あんのかな、夜型だけど。日の光には超弱いっすね、引きこもりなんで。よし頑張れ。
あれこれどうなの、おお掴んだね、台だ。サクスペの方はね、なんか出ないとね、マジで出番が来ないからね、まあ、そういう仕様なのかね。ちょっとオール C まで行っていきますか。じゃあシノノメって試合経験点ボーナスは持ってたよね。V スライダーはちょっと打ちづらい。入る？入っては来ないよね。なんだかんだでカラスマってさ149キロ投げるんだ。149って相当速いよね。これじゃ140、いやでも高校生でも140って多分すごいレベルだと思うんだけどな。なんだかんだで、ね、勝ったな。ここはなんか勝ったからといってなんかあるんだっけ。なんもねえ。撃て、カキーン、よし。むむ、どうしようか。特にやることがない。監督評価を1回だけ上げとく。まあ普通に練習してればいくと思うんだけどな。まあいいや、デートしよう。これはさすがに行くんで、あと監督がいなかったとしても5回練習すればいいわけでしょ。ミサちゃんが成功してくれれば。骸骨が取れないからなんだかんだでも精神消耗するか。チャンスはもう掴んじゃってあるから大丈夫だけど。信じる、俺はミサちゃんを信じる。だから耐えろ。よし、不老不死なんだよね。老化もしないし死なないんだよね。いやいいわこの経験点。あれ能見さんってそもそも終わったっけ。まだ終わってないよね。友沢もこれは経験点を狙おう。さらにタック肩、おお、ちょっと能見さんがあれだけどね、友沢がいないのかここにいるんだなきっと。これはやろう、監督もいるし。メンタルいいね。肩で3種類掴んで、メンタル練習で精神を掴むと。それは基礎骨もね掴めるんだったね、補給だったけど。いやーすげえわ、経験ってマジすげえわ。どうしようかな。技術をもらっておこう。体力は減らしたくない。肩、まあ、東雲くん、まあいいでしょう。若干技術がでも溢れそうか。あと終わってないの誰かいる？ミサちゃんもそもそもデートは終わったしね。友沢も取ったでしょ？守備はまあいいかな。ちょっと一回じゃあオール B にしてから特能を考えよう。補給とかな。臨床が足りてないねやっぱり。まあこれはもうしょうがない。上り竜、上り上司取りたいよな。アイコンタクトは骸骨ないんでもう掴んじゃいましょう。競争心もね、骸骨が来るかもしれないんだけど。カジバもね、キャケットはさすがにいいでしょう、取っちゃおう。そうすると当面の問題はやっぱり敏捷だな。これ練習ってどうするんだっけ。こいつらサッカー練習するっけ。火山員とかさいるけどさ、
イベキャラと練習しないといけないんだっけ。やべくん勝ったぜ。これは何、なんか普通の感じだね。普通のイベント的な。ウドか、体力回復を狙うっていうのもありだけどな。ちょっと人がいっぱいいるところで練習しよう。よし、これは寄り道に誘って体力を回復する。喧嘩が始まった。こいつ誰。体力は回復したけど筋力ポイントが下がるのか。結構下がったね。2人か。こういうのってどうしたらいいの。でも敏捷ポイント欲しいんだよね。こっちにしよう。フィジカル、ゼロ、こっちだな。敏捷ポイントを稼ぎつつ経験点をもらう。これなんか得点つけてほしいよね。マックスまで上がったらさ、これも毎回言ってるんだけどさ、精神ポイントが上がるとか。てかあれが来てないね、キバが。キバくんのイベントが。これも寝よう。キバのイベントっていつまで。7月の1週まで。まあしょうがない。ナヌークとノオミさんでいいよね。それともキバと戦う前までだったら来るのかな。ちょっとわかんないな。予選が始まっちゃったらでも来なそうだよね。アーティスト欲しかったな。パワーは結構いけそうだけど、走力厳しいね。広角打法か。東雲くん一人だとちょっときつかったか。まあ、早急骨と守備職人も東雲くんから調達しないといけないんで、アベレージヒッターはね、友沢とかも持ってるからいいんですけど、まあ、その代わりパワーヒッターはだいぶ硬いよね。まあ、そもそもミサちゃんがいるからね。1は確実なんで。ここだ。ちょっと上だったか。これはここだ。全然ダメだ。ここだ。でも1週間ぶりくらいだけど、まあ1週間くらいだったらまだまだ腕は落ちないね。もうモンハンとかはね、もうマジで腕落ちるからね最初。まあ、3戦くらいすればだいぶ感が取り戻せるんだけど、これどうしよう。友沢でいこう。あ、敏捷、そうか、変化球があるから敏捷やたらくれんな。もう無理だよ。死んでしまう。これは寝よう。さて、キバとの勝負だ。サクスペをねやり始めた当時って、まあ、パワコーから始まるじゃないですか。もうキバとかマジで打てなかったからね。まだちょっと金徳を置いてあるんで、経験点的にはねかなり使う予定があるんですけど、どうだろうね、どこまで伸びるかな。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー、きたー、いったー。篠の目って出てる。あ、出てるね。あれ、篠の目ってショートとかも守れるんだっけ。あいつセカンドだったよね確か。今日俺がセカンドを牛耳ってんだけど、うわ、点取られてんな。追加点のチャンスです。
これはもう自分で何とかするしかない。また投げてるか。1点も取られてんのに完全燃焼だな。引導を渡した。まあしょうがないよね、9点も取られちゃったら騎馬も諦めざるを得ない。まさか俺たちが負けるなんてなって、9点も取られて。よく言うよ、コツ東雲なんかあったっけ。合格打法だ、くれ合格打法くれ。ありがたい、超ありがたい。内藤さんはポイントをもらっておきましょう。そりゃこんなんあったね。うまくいけば人気者になれるけど、もう人気者だからね何にもないなんて無駄なイベントだったんだ。広角打法を取れたのはでかいな。あと直撮りになっちゃうかもしれないけど、知れないけどっていうか、もう直撮りになるのか。ここまで来るとサッカー練習しないよね。ちなみにサッカー練習って何くれんだっけ、その金徳的なもの。なんかローリング打法とかだった気がするんだけど、ローリング打法だったらあれだね、雷を連れてきてもよかったかもしれないね。まあ取れなかったけど条件が分かんない。第2球投げました、完全に外れた、ボール大きく外れました、カウント1ボール1ストライク。あ、しまった今ボールを取る。あー、ゲッツーになるかと思った。3回の裏パープル攻撃に入ります。トップバッターは木戸、最初のバッターボックス。こいつもね、スタミナは D だからね。第2球割と早く降板しちゃうからね。インコース低め、カウントは2ボール。なるべくストレート主体の周遊のうちに、周遊だよねこいつ5回の裏打ち込んでおきたいんだよね。先頭バッターは木戸、初活はね、まあ、変化球レベルが1とはいえ全球種を持ってるんで、あ、2のやつもあったわ全部1かと思ったら割と2持ってた。1球投げることにスタミナの消費が半端ないかな。インコース引っ張った、スタンドに入りました。投げた低め、外れても。本当にワンポイントだよねこいつ。てかフォアボールになってるし。あれ俺2本打てた、2本打ってなくね。あ、打ったか。ちょっと1回メンタルを挟まなきゃいけないけど、能見さんのコツかどうしよっかな。まあコツのうちにやっとく。ただ最後になんかいきなり4人タッグとか来たらあれだけど、いやもうそんなことないよ。コツ、よしよしよし。そこまでいっぱいコツを取れてるわけではないので、コツは嬉しいかな。流し打ちと火事場も取っちゃおう。ちょっと取れるものは今のうちに取っておこう。上り竜、いやーなんだかんだで精神がなくなったただもう精神系はだいぶ取ったからね。1球パープル大展開で迎える1回です。実はね、ブンブはね、ほんとね、嫌いなんすよ。第2球投げた、もうマジで変化球ばっか投げてくるから、こいつら。投げた、危ない球。さあ、4球目。おお、フォアボールになった。振った方が良かったね。てか、負けるぞ、このままだと。いや、いかないか、今のカーブ。1点取ってくれ、無理か。やばい、負ける。6回の裏3点を追いかけます。さっきのカーブをねホームランに持ってけなかった。俺のせいなんだけど、嫌だよこのフォーク。第3球を投げた、よし今もフォークだからね。よしここだ、ここなんだ、めっちゃ闘志があるぞこいつ。なんだなんで闘志なんて持ってんだ。まあいいけどさ、無駄。おい、
9回の裏2点を追いかけます。これはもう完全終わったな。この回のトップバッターは少しでも自分の点を稼がなくては。何でも失礼したいところ。第2球投げました。とりあえず1点返しとくわ。あとよろしく。無理だった。7点取られたか。これでまあどこまで行くかだよね。ドラフトは4位か。全然スカウトさんとか追ってなかったかな。あれ、ちなみにこれも上がるの？え、エピローグとかどうなんの？そもそも SR プラゴの45でいくつもらえるんだっけ。めでたしめでたし。あ、108、これは上がってるよね。100なんてだって PSR じゃないともらえない気がするから。8900。ゲー、これさ、甲子園行ってればさ、絶対9000超えたのに悲しすぎる。まあ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 、まあ大体行くね。普通にっていうのも変だけど、やってればまあ行きそうなんで、まあ、今回は、ね、もったいなかったけどしょうがないですね。まだまだ期間はあるんで、まあ、このうちに9000点はこなしておきましょうということですね。という感じで何を上げていこうか。コツはもうだいぶ取ったからね。なんかあった？帳尻合わせか。ということは、まず A にできるものは A にしよう。補給が無理か。行ったけど全てがなくなる。技術が余ってる。技術が余るぞ。これ対左を取ろう。あと技術また使っていくか。何がある？インコースでも取っとくか。打球伸び、困った時の打球伸びだ。でS にはできないから、まあ、オール A という感じで、オール A から特能を取っていく。ちょっと精神がないのが痛いよね。ここら辺また取るか。じゃあローボールヒッターだよね。プルヒッターはさすがにアホだから。もうない？なさそうじゃん。いや、もうねえわ。いや、レーザービームとかだっていらないでしょ、さすがに。査定を考えたらレーザービームとかあってもいいかもしんないんだけどさ、そういうことはあんまりしたくないんで。精神が不足したか。チャンス5まで待ってもよかったかもしんなかったね、まあ、そこは俺の見積もりが甘かったということで、もう一回見よう。でよし、こんな感じでいいでしょう。はい、というところで、まあさすが強化パワー校ですね。甲子園最後までいけなかったけれども、まあ8900出て、でここにさらに、なんていうの、そのローリング打法とか、騎馬との勝負のアーティストとかが乗ればもうちょっと伸びると思うので、まあ、まだまだ伸びしろはありますね。まあいろんな編成を試して、選手を作っていきたいと思いますので。まあちょっとまたもしかしたら感覚空いちゃうかもしれないですけれども、パワコね、せっかくの期間なんで頑張っていきたいと思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。